はい、どうも。今回紹介させていただくのは、長谷川のですね、コスモスポーツです。これもね、旧車イベントとか行けば、まだ見れる機会を、見る、目にする機会は多い車じゃないかなと思います。このキットに関して、うちでは初めて入れました。うちね、今話させてもらいましたけど、ちょっとあんまり長谷川の動きが良くないので、どうしようかなと思ってたんですけど、ちょっと試しに入れてみようかなということで入れてみました。これもね、メーカーの方でね、作ってない期間とかありますけども、比較的ね、入手しやすいキットじゃないかなと思います。これキット定価は2500円ですね。なんだっけ。ちょっと前にね、ラリー仕様、なんていうラリーのやつだったか忘れましたけど、それのやつがちょっと、出てたりとかしてましたね、限定版で。で、これね、ずっと不思議に思ってることが一つだけあって、こち亀の中で、コスモスポーツのパトカーかなんかが出てきたときに、バッテリーを変えても変えてもすぐ上がるみたいなことが書いてあったんですよ。で、実際オーナーさんと話をしたことがないのでちょっとわからないんですけど、それがどういうことなのかなってことは未だにずっと思ってたりするキットではあります。これも、箱の横にね、完成写真があります。これもどっからどう見ても、長谷川のキットですし、コスモスポーツには違いないなって感じの写真が出てます。よいしょ。中を開けると、こんな感じですね。ちょっと部品点数が思ってたより少ないかなーっていうのが。こんなもんかな？いう気がします。やっぱモールドがちょっと浅いかなー。っていう気がします。確かね、これね、マットビハイクルの仕様もね、確か長谷川出してたんじゃなかったかな。ごめんなさい、ちょっとはっきりとは覚えてないですけど、これも結構昔からあるキットなんじゃないのかな。でもパーティングラインとかありますけど、ちょっとパーティングラインが濃いかな。濃いというか太いかな。よいしょ。これもね、この辺はね、全然作ったことがないので、どんなキットかなーっていうのは、ちょっとワクワク感というか、どんなキットなんだろうなーっていうことは正直思いますけど、良さげな気はする。マフラーがそんなに分割されてないのが個人的には 長谷川のキットのね、前も話した、ストラトスの時に話したかな、してないかな、なんかの時に話したと思うんですけど、すごくね、分割だらけで、クハってなったことがあるので、その辺は問題なさそうですね。足回りの部品も比較的少ないですね。一応フロントのウィッシュボーンも再現されてますけど、アッパーアームと、ロアームからサスメンバーまでの一式の部品と、コイルスプリングと、アブソーバーかなの部品とっていう感じで、リアもリーフスプリングのやつで、部品点数少ないですね、思ってたより。もっとこっちゃこっちゃしてるかなと思ったんですけど、こっちゃこっちゃって言い方もあれかな。何これ A と B。 フロアマット フロアマットの部品入ってますね。フロアマットって言っていいか分かんないですけど、このスポンジシートみたいなのが入ってます。ごめんなさい。なるほどな。ホイールはピンタイプですね。長谷川なので。H15 って何色？ H15 って何色？インディーブルー。エンブレムのね、メタルインレッドかなんか入ってんのかな？入ってるっぽいけど見えない。その下にね、インディーブルーを塗るようにっていう指示があったりとかしてますね。マジで？ステアリングのね、これね、
実写の方でもあったと思うんですけど、このグリップ部分の中に、グリップ部分のところの真ん中ら辺に、こう一本こう、線って言っていいんかわかんないかな。なんて言ったらいいんかな。そういうのがあるんですけど、それがデカールになってますね。これですね。マジかよ。これ貼るの苦労しそうだなっていう気はします。まあでも全体的に部品点数も少ないですし、作りやすいんじゃないかなと思います。Nコロとそんなに部品点数多分変わんないんじゃないかなっていう気はするので、まあちょっと試しにやってみようかみたいな感じでやってみるのもいいかもしれないです。この窓枠のね、塗装とかね、窓枠って、ごめんなさい、窓枠マスキングっていうシール、窓枠マスキングシールっていうのがありますけど、前、自分はね、もうやっぱりね、こっちの方が窓枠だっていうふうに思っちゃう人なので、まあそれはあくまで個人的なやつなんですけど、H316 って何色？ホワイト FS1778 なの？へぇ、FS カラーで塗るんだ、ボディ。フェンダーウィンカー一体だ。フェンダーウィンカー一体ですね、ここ。マジか。っていうところはありますけど、まあ2500円でこの内容、まあでもコスモスポーツのキット自体がもう、これ、今はね、昔はちょっといろいろあったとは思うんですけど、ごめんなさい、その辺ちょっとわかんないんであれなんですけど。でもまあ、コスモスポーツの入手しやすいキットって言ったらもうこれだけになっちゃうかなと思うので、まあそういう点でもね、ちょっと、まあ例えばずっとマツダのロータリー車ばっかり作ってきたよ。試しにちょっとこの辺も作ってみようかなっていう方は、ぜひ挑戦してみてもいいんじゃないかなと思います。そうですね。2011年、そんな新しくないだろう。この箱は2011年だと思うんですけど。というわけでですね、まあ部品点数も94点って言ってもまあ、そんなに多く感じないような感じではありますので、まあ例えばテールランプの部品とかがね、ちょこちょことなってたりするみたいなので、これを見ると、説明書を見るとって、閉めてからまた見せるなっていう話なんですけど。よいしょ。どこ行った、どこ行った。こういう風にね、ちょっとね、もうこれはもう実写がこういう形をしてるので、もうどうしようもないですけど、ちょっとね、こまごまとしてたりとかね、上下どっちだろうとかっていう風になっちゃったりしかねないので、この辺は説明書しっかりしながら、しっかり見ながらやってもらった方がいいとは思うんですけど、こういうのでね、ちょっと部品点数が多くなっちゃってるとは思いますけど、まあ94点ならそんなに多くない方だとは思いますので、よかったら、よいしょ。次第いかがでしょうか。というわけでですね、あ、これちなみにエンジン再現はありませんので、というわけでですね、紹介させていただいたのは、長谷川のマツダコスモスポーツの方ですね、紹介させていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。